内見主任の物件紹介始まるよ。こんにちは、内見ジョニーです。早速ですが本日ご紹介の物件はこちら。あの頃のワクワク感を大切にした隠れ家的物件が駅近くに存在するとの情報をキャッチしております。今回ご紹介の物件、賃料、管理費、共益費は概要欄まで。1975年5月地区の木造平屋。コメンテーターには私立愛州大学アンティーク校ノスタルジー教授にお越しいただいております。本日はよろしくお願いします。皆さん、梅雨でもしっかりノスタルジーしてますか？私は今日も哀愁ノスタルジー。失礼します。あの頃をそのままに時代を凝縮した玄関周辺、非常に個性的でワクワク感が漂います。それでは今日も元気に Open Fire Welcome to my home。 磯野家を感じる空間、黒電話のオブジェを置きたくなるスペース付き玄関ノスタルジー。ハイカラデザインな玄関ドア、いるのかいらないのかは謎のフック、あなたのセンスが光ります。失礼します。しっかり格子付きでセキュリティは上げ上げ、網戸だ。景色がノスタルジー。風通しはよく、しっかりとした換気に対応、洗濯物も干し放題、敷地内を縦横無尽に走り回れる贅沢デザイン。こちらは約6畳の洋室。こちらからテレビアンテナ線接続可能。落ち着いた最高の洋室。平屋で天窓ノスタルジー。太陽光をさりげなく浴びたいあなたに最適。読書に集中したい方やお昼寝するのにちょうどいい最高具合です。コンセントございます。エアコンは後で取り付け可能の賛否両論デザイン。お外の景色はどうでしょうか。網戸だ。まさかの網戸と格子が一体型。防犯面に特化したデザイン。害虫と人間、すべての敵をシャットアウト。隠れ家感を醸し出す天窓。強すぎない日差しであなたを癒します。こちらは、モニター本でございます。現代の暮らしにジャストフィット。こちらは、ダイナミックなダイニングキッチンスペース。こちらは、バスルームでございます。あの頃の質感そのままに。綺麗に仕上がってございます。Open fire. 給湯器リモコン。換気窓からの換気力は抜群。入浴後の湿気に悩まされることはございません。続いてはこちら。キッチンスペースを見てまいります。冷蔵庫スペースはこちら。Open fire. 清潔に仕上がるダイナミックなキッチン。作業スペース確保、ガス機器接続可能。深型調理器具しっかり入ります。換気ファンと換気窓でダブルの換気力。窓から差し込む満点のサンシャインで爽やかなクッキングタイムを実現。網戸だ。給湯器リモコン。温度調節もお手の物。なんだかノスタルジー。勝手口の先には、室内では汚れが気になってできない作業もささっとできます。洗面台ございます。ミラーの代わりに窓を装着。寝ぼけたあなたにサンシャイン。伸びます。伸びます。前面から爽やかな朝日を感じることで、より確実にあなたの目を覚まします。網戸だ。水回りはまとまっていますが、なかなかの隠れ家感。爽やかな色合いの内装。ペット相談可能ですので、ワンちゃん猫ちゃんともゆったりまったりできるサイズ感です。こちらは押し入れでございます。季節ごとの不要なものはとりあえずこちらへ詰め込んでさっぱりしちゃってくださいませ。こちらは約6畳の和室。2面最高が最高の最高。エアコンは後で取り付けてねデザイン。明るくもどこかシークレット感を感じるデザイン。白色の壁紙と畳のグリーンでとても爽やかな印象です。押し入れ収納でございます。しっかり仕上がってございます。
こちらは約5畳の洋室。まさに隠れ家。お部屋のオンパレード、こちらからエアコンは後でお願いデザイン。しっかり採光を取り入れ、ファミリー住まいはもちろん、さまざまなシチュエーションに対応しています。コンセントございます。お外の景色はどうでしょうか。網戸だ。 Today is my birthday。 シークレット感あふれるノスタルジックな専用には広々としており、ペットちゃんを遊ばせることも可能なサイズ感です。こちらは小さなペットちゃんは日々の運動不足を解消できる予感。その他、洗濯物を干したり植物を育ててみたり、あなただけの世界観を演出できます。網戸だ。最近趣味でメダカを飼おうと思います。ミニトマトは作るの得意です。やっぱり壁は一枚挟みたい。そんな方にピンポイントアタック。戻ってきました。回遊動線になっており、お部屋の行き来もスムーズ。空気の入れ替えも簡単にできます。癖の強い位置に電気スイッチ。お子様でも安心デザイン。こちらはおトイレでございます。以前の名残を残しつつも、清掃行き渡りきれいに仕上がってございます。換気窓からの採光が最高。匂いを追い出し、いつでも新鮮な空気を取り入れます。はい、ということで、どうやら今回の探検はここで終了のようです。どうでしたか。ノスタルジックな雰囲気そのままに、隠れ家感満載でペットちゃんも相談 OK。 専用庭付きであなただけの世界観を作れる、非常にワクワクドキドキな妄想でいっぱいにさせるお部屋に仕上がってございました。コンセントノスタルジー。家の前の砂利道からノスタルジックを感じっぱなし。しかしやはりそこは21世紀、新たな設備とともによみがえり、これはまさに平屋はいつでもノスタルジー。それでは今回はここまで。皆様ご視聴誠にありがとうございました。と言いたいところですが、周辺環境もサクッとチェックしてまいります。今回ご紹介の物件、最寄り駅は阪急宝塚線庄内駅徒歩2分。駅前に方南市場という市場があり、新鮮で質の高い商品を安価で購入することができます。ただ駅前にスーパーはないので、食料品以外の日用品を買うには西側に行かなければなりません。桜広場があり、春には綺麗な桜が咲きます。気晴らしに散歩をするにはうってつけですが、飲食や飲酒喫煙は禁止されています。治安に関してはパチンコ店が多く、そこに出入りする人々の柄が悪い時があるとの情報ございます。大阪市内の中心、梅田まで4駅、大阪駅まで約15分、難波駅まで約21分とアクセスの良いエリアです。飲食店やコンビニ、ドラッグストアなども多く、商店街があり、チェーン店のカフェやスーパー、居酒屋などいろいろなジャンルのお店でにぎわっています。要はいい街です。それではそろそろお時間です。皆様ご視聴誠にありがとうございました。